2024年の2月、日経平均株価は最高値を更新し、史上初の4万円台へと突入した。バブル期ピークである1989年の記録をついに超えたのだ。日本はこのまま失われた30年を奪還し、経済を発展させ続けることができるのだろうか？イギリスの BCC は、日本が衰退した理由をどのように語ったか、ネラーたちの反応と一緒にチェックしていこう。動画の後半では他の国のように日本経済が発展しない理由をネラーたちがガチで語り合う熱い展開も、最後まで目を離さず、楽しんでほしい。BBC の記者、日本の欠点を的確に指摘してしまう。日本経済は世界第3位の規模だったが、もう何十年も停滞が続いている。大金がマンホールの精巧な装飾など、わけのわからないものに全国的につぎ込まれている。大量の無意味な制度自動車の講習など、差別で移民を拒絶するくせに少子化問題に対する具体的な対策が一つもない。30年間失敗してるのにそれをノー、で支持してるど田舎の自民党支持層、無価値なインフラに税金をつぎ込み続けて田舎の支持を盤石にしている自民の選挙対策、未だに明治維新の名家が政治を仕切っていて第二次世界大戦において、日本は加害者ではなく被害者だったという妄想を抱いている。こちらは、日本在住のイギリス人記者による記事だ。日本の経済の低迷は、変化に対する根強い抵抗、そして過去への頑なな執着が理由であると述べている。日本の未来をより良いものにしていくためには変化を受け入れ、開放的になっていかなければならないとのこと。果たして日本はそうなれるだろうか？ BBC やるやん。むしろ田舎民は民主党政権で懲りたんじゃないか？あの時は保守の件でも民主の当選が多かったはず。ポケモンマンホールは可愛いから許して。与党が失敗したら今度は野党ってのは、与党も野党もそれなりにまともな党で、失敗したらそれを反省してレベルアップできるって国じゃないと成り立たないシステムなのよ。選挙で勝とうが負けようがライバルのミスを待って足を引っ張ることしか政治家が考えてない日本みたいな国だと、どこが勝とうと負けようと政治への不信がひたすら強まり続けるだけで何にもならない。差別で移民を拒絶するくせに少子化問題に対する具体的な対策が一つもない。これ耳が痛い。日本人は、よそ者が来ることを極端に嫌がる傾向があるのだという。日本の人口のうち、外国で生まれた人がわずか約 3% ほどしかいないことからもそう言えるだろう。ちなみにイギリスの場合は 15% となっている。まあ世界中どこでもそうやから。それに関しては言うほど耳痛いか？移民政策なんてどこの国もみんな失敗して国内めちゃめちゃになってるんだから、移民受け入れに慎重になるのは理性的だと思うわ。移民受け入れないと差別だって騒ぎ散らしてる欧州のポリコレ正義マンなんて、80年前の共産主義者と同じ鉄を踏んでる過激派理想主義者やろ。ほなら本国のイギリスはさぞ発展してて素晴らしい国なんやろな。地方や高齢者が自民党を支持するのは、税金を自分たちにばらまいてくれるからだろ。田中角栄以降の政策がそれだから。言うほど的確かこれ？いや、そうでもない妥当なものもある。って程度記者の質が大したことない。移民で文化崩壊を起こしてる国に言われてもね。この国のマジョリティとなりつつある高齢者たち。さて、そんな高齢者たちは、なぜ30年も生活水準を向上させられずにいる自民党に、投票し続けるのだろうか？日本も自民政権以外になったことあるけどすぐ自民に交代しちゃったな。あの失敗のせいでますます政権交代が難しくなったとかいう皮肉本まさ。長期政権が腐敗を生むってのはわかるけど野党を国民が成長させろと野党が歌うのは傲慢すぎる。野党の政治家が頑張ってほしいわ。日本のこと心配する暇あったらイギリスなんとかしろよ。イギリスも移民はやばいけど生活は耐えてる気がする。まあイギリスが日本をバにするのは失笑ものやけど。記事読んだらば、にしてないぞ。日本が好きで何年も住んだ結果知った停滞の理由を書いてる。百社落ちたという氷河期の国会議員を笑う議員がおるの。まさに日本のやべえところの縮図よな。百社しか落ちてない上に就職できたの。氷河期やと普通に勝ち組やぞ。BBC は中立って言っておきながら左寄りだったりそこまで信用できるとは思わないけどこういう掘り下げはうまいよな。正直、耳が痛くなる部分もあったが、他国から見た日本の問題点をきちんと受け止めていきたい。悲観的になるばかりではなく、改善できるよう自分にできることを考えていきたいものだ。ちなみに海外からも指摘される衰退っぷりだが、日本人目線ではどうだろう。皆さんが衰退を感じるのは、どんな場面だろうか？お前らどこで日本の衰退確信した？ワイはシャープが買収された時や。台湾の鴻海精密工業グループにシャープが買収されたのは2016年だ。山一証券が潰れた時。あの時はまだ、社員は悪くないって言ってくれる社長がいた時代。プラザ合意した時。これやな。結局これ。プラザ合意とは、1985年にニューヨークのプラザホテルで行われた国際会議のこと。
アメリカ経済の不況を救済するためドル高を是正することに合意した会議である。あれはまあ国際的には世界恐慌を防ぐためにしゃあないとして、国内で言えばあの後の日銀と日本政府の対応があかんかったのはわかる。自分の周りで言うなら自販機が減り始めた時、自販機が売れなくて撤去が進んでいるらしい。金がないのか。衰退してるのは君だけやろって言われなくなった時。これやな。さ、衰退が普通に見えるようになってきたからな。もう終わりだよ。この国も日本脱出も当たり前のように使われだしたよな。まあ実際に日本を離れて海外で暮らし始めた日本人、非永住者含むは去年1年だけで75万人もいるんやで。海外永住する日本人は年々増え続けている。場所を選ばない働き方が増えたことや、税の負担、労働環境、日本特有の同調圧力などが原因だと言われている。日本で働くモチベーションが保てないと、有能な人材はどんどん海外に流出していってしまう。最初ネタで使ってたがこれがガチで使い始めた時よな。嫌なら出てけ、ほな出てくわ。東京ばっかりが近代化しだした時、昔はどこも似たようなレベルだったのに、いつの間に東京ばっかりが。言うほど衰退してるか。スクエアエニックス、バンダイナムコ、光栄テクモガスト、セガートラス、なんやねんこいつら。まあブランド力はそれなりにあるから名前捨てるのもったいないしな。コエテクのテクモとかいう行方不明くんさ。キャロップレーサーと G1 ジョッキーの微妙な部分を合体させたと両作ファンから評価されとるチャンピオンジョッキーくらいしかないやんけ。ガラケーが淘汰された時。ワイはこれも感じる。一時期は日本の携帯が世界を席巻してたのに。衰退が生活に直撃してると実感したのは去年からの値上げラッシュかな。原材料価格の高騰や円安による物価の値上げはいつまで続くのだろうか。物価の上昇以上に、賃金も上昇してくれれば言うことはないのだが、コロナ禍をいつまでもやってるアホさ加減。テレビをつけるたびに、日本でうまくいかなかったけど海外移住したらうまくいった、一昔前までだったら考えられん。オーストラリアで介護の仕事したら月収60万円だっけか。確かそうだったな。ただ他にもいろいろある。ロシアのタラバガニ漁船とかどうや。ロシアか。年金制度が完全に崩壊したらさすがに出ていくわ。外国人実習生入れ出した時、日本人の労働意欲と待遇を改善するんじゃなくて安価な外国人に頼るのと、民主政権の時は自民に変わればって希望があったけども今は変わりようがない絶望と。と、労働させていらなくなったら強制送還とかならまだええけど、逃げられてそのまま国内に居つかれるのは最悪よな。カルトビジネスが蔓延しすぎだよな日本。やたら俺は騙されてないと主張するし。年齢別にすると20から50歳の GDP はアジア上位や、50歳以上の数がデカすぎて急激に落ちる。工場で労働するウクライナ人とか見とるとなんで日本に来たんかなとは思う。北朝鮮のミサイル練習場になって25年対策ゼロ、対策妄想を語るだけ。老害の思い出作りのために莫大な若者の犠牲が強いられてるからな。逃げ切り老人を楽しませるためにこれからもたくさんの無駄な金が使われる。政府、だって高齢の人ばっか投票してくれるしそっち優先するのは当たり前やん。これ問題だよな。老人にばかり投資する国が発展するわけない。とはいえ老人の方が票をたくさん持ってるから現状を変えられないという。我ら大人は日本の成長と衰退を体感してる。若いやつは衰退しか体感できてないやろうけどな。例えばセブンの弁当は美味しい量も多い安いと進化していってたのに、15年くらい前からどんどん後退して今みたいになった。唐揚げ棒も昔は安かったのに今の金額だと値段の割にうまくない。上昇数派で騒ぐのはもうやめようよ。日本人口は1億2000万人、就業者数計6700万人、 ADHD500 万人、学部学生260万人、生活保護200万人、日本人の年間者130万人、配信者の登録者100万人、消費者手帳持ち80万人、ニート75万人、 Steam 日本ユーザー約68万人、日本の年間事件数60万件、ガーシーに投票28万人、大学院生25万人、ダウン症約8万人、コロナの累計、者7万人4年間、大学中退約6万人、高校中退 5.5 万人、日本の年間死、者2万人、山上原型署名1万3000人、子供の年間死、約500人、音声死、スレ閲覧者480人、音声スレ閲覧者が数人から数十人前後。ADHD 群すげー。バブル崩壊定期。金の価値って若い方が高いのにな。それをわざわざ老人に回すって新しい機械を買えるお金を古い機械のギリギリの維持費に使ってるのと同じ。本当にこれよ。しかも古くなればなるほど維持費は高くつくからな。新しい機械なら安く済むところを。再配分が諸悪の根源よ。アロケーションはすべきやけどディストリビューションはやったらあかん。ガキの頃やけどリーマンショックとか秋葉通り魔事件の時あたりかな。0年代中盤くらいまでは子供心にバブル崩壊したけどこれからっしょみたいなおちゃらけムードがあった。
2009年くらいから一気に暗くなったの覚えとる。去年1年だけで55万人減少って地味にヤバくね。しかもこれ毎年、死者は増えるけど出生率は下がる。増えるのは高齢者ばかりであと数年で3人に1人が老人とかいうハイパーモードやぞ。少子化で人口が減り続ける日本だが、このままだと2048年には人口が1億人を割ることが見込まれている。労働力の減少、技術進歩の停滞は免れないだろう。さらに高齢化により年金、医療、介護など様々な課題も浮かび上がってくる。むしろ70代と50代会場に多いから当たり前の話や。今の日本の人口ピラミッド壺型というか縄文土器みたいな歪な形しとるから。介護系企業の統計によると15年以内に高齢者は減少傾向に入るから介護ビジネスは将来性がないらしい。つまり高齢者減るから高齢化は勝手になんとかなる。それ単に日本には、無高齢者さえいなくなるってことじゃ。つうかさ、若いのに自分の稼ぎ増やすことよりも社会の動向が心配ってやばいやろ。どんだけ無能なんだよ。自由主義の実行ですらそれを体現する法律や、行政の理解がないとあかんわけで。そんなのは所要の条件であってそれを変えようとするのは無駄な労力やろ。若者が投票行けば変わるって言うけどさ、18以上52万、4867万人、50以上95未満、6066万人、令和5年4月1日概算値、総務省調べ、無理案。見方が短期的すぎるわそれは。言うて40歳から50歳も投票行動は高齢者寄りになりそう。市議会議員レベルなら若者の投票で簡単に変わるけど国政選挙はちょっとやそっとじゃ正直無理や。無理やね。なんでかってやっぱり若者だけでは献金できるだけの組織力がないから。これなんよな。利権団体を若者では作れない。経団連も医師会も究極、金があるからな。お前らおっさんはいいよな、年金逃げ切り世代。年金制度の崩壊って典型的なマスゴ、ミスリードやからあんま気にしなくていいで。今60代以上でなきゃ逃げ切れないぞ。バブルが弾けた時やな。わい生まれてないけど。バブル崩壊した時は日本終わりだなって確信した。晩婚化が問題になり始めた頃。初婚年齢が約30歳ってのはやばいわな。未婚化も。せやね少子化の大きな原因は晩婚化と未婚化や。率自体はそんなに変わっとらんで。単純に人が足らんねん。生涯未婚率やばいから、言うて3割もおらんが、数値は高止まりやで。35歳までは4割も結婚してない。内閣府令和4年版少子化社会対策白書によるデータが記載されている。2020年、50歳になった時点で一度も結婚をしたことがない人の割合は、男性 28.3%、女性 17.8% だった。タイトルに結論書いてるやんけ。男性の生涯未婚率 28.3% の一方で、年収900万円超えの30代後半の男性、9割が既婚者の現実が示す、残酷な未来図。内容もよく読まなあかんで。未婚率の話題になるとよく言われるのが、既婚と未婚の年収格差問題だ。最貧値で見てみると、既婚男性が400万円台、未婚男性が300万円台となっている。100万円程度の差がつけられている現状を見て皆さんはどう感じるだろうか。でこの中に子供2人以上作ってるやついるのかよ。いないなら全員ニートのワイト同列や。ニートのくせに調子乗りやがって。お前らすぐ貧乏人やら老人を悪者にするよな。お前らが産まないのが悪いのに。グローバル経済に完全に組み込まれた以上は今更内需云々は不可能なのでその中でも中産階級を育成する方法を考えないとあかん。なのではイギリスのブレアとかアメリカのクリントン旦那が好き。海外住んでると日本ほど底辺でもある程度裕福な暮らしできる国ってないなって思うけどな。底辺が暮らせる分中流が割り食っとる。底辺だったらいいんだけど中間層に上がってしまうと生活水準が逆転してしまうんや。日本は中間層が一番貧しくなりやすいしうつ病も多い。底辺でも中流を維持できるという点でも日本最強や。底辺から中間層に上がるとかえって貧しくなるんやで。底辺になると手厚いからな、補助やいろいろが、中途半端な年収立場が一番割を食う。日本の税制ってあれなんだよ、崖を乗り越えていけって感じなんだよ、溝の手前側かか向こう側に行かなきゃ、ねってことや。ほんそれ、年収1000、2000万くらいが一番割食ってるよな。日本の税金って別に他の国と比べて高いってわけでもないのになぜ日本は税金が高いんだとか言ってる頭の悪い人でも中流の暮らしできてるだけ感謝しろよ。まあ日本の大変なところは物事の要求水準高いところやな。それこそコンビニバイトとかでもある程度完璧を求められる。それ以外、全てにおいて日本が圧勝やで。30年近く経済が衰退し続けるって途上国でもなかなかないやろ。これ先進国なのっていいの？
毎年鳥取県と同じくらいの人口減ってるのに割と現状キープできてるって日本みたいな神の国じゃないと不可能やろ。貧乏人が日本最高とかなんとか言ってるうちに富裕層はシンガポールに移住し、有能な若者はオーストラリアで出稼ぎしてるという。日本は凋落したいうよりバブルの時が異常やったんやろ。アジアの片隅の資源も軍事もない国が世界に出ること自体すごいことだったのに、それにしがみついてるのがおかしいんや。バブル後の対応がな、あれ以降企業が人権否定することばかり考えた結果、現状に。ワイがヤバい思ったのが、青色発光ダイオード発明した人と会社が揉めた時や。世界的な医療なのに会社の一社員の扱いしかしなかったんやろ。これは世界に技術逃げるでって思ったわ、結構前やけど。青色発光ダイオードとは、今も広く使われている LED のこと。世界的な大発明であったにもかかわらず、会社が適切な対価を支払わず裁判問題になった事件である。この発明は、ノーベル物理学賞を受賞し、青色 LED 製品の売上高は1兆円を超えた。だが、発明者は特許出願時に1万円、登録時に1万円の計2万円の報奨金しか受け取っていなかったのだという。あったな。そうそう、会社の貴族意識を高く持ちすぎたんよね。その結果技術者が引き抜かれまくって。言ってみれば大谷翔平に年収700万で上司のくだらない指示も絶対とか言ってるようなもんや。コロナ禍で消費税を下げなかった時かな。本気でこの国の政治家は日本のことどうでもええんやなって。昔は発展途上国の物価安いって感じだったのに、アメリカとかから見れば今の日本がその発展途上国の立場というね。そりゃ日本の若者も出稼ぎするわ。アメリカは親知らず抜くの200万超えるんだったけ。アメリカは嬉しい悲鳴やで。賃金が上がって上がって仕方ないから景気を冷ましてる。アメリカ結構ひどいで、ロサンゼルスのシリコンバレーあるやろ。あそこで年収1000万いくような人が家賃払えないからってトレーラーで暮らしてたりする。富裕層の街なのに歩いて10分ぐらいのとこで移民が500円のタコス売ってる。Windows 95に NEC PC98 が負けた頃から。あの頃は今思えばガラパゴスやったんやなって。世界を席巻する新型日本製品、NEC PC2000 発売トロン搭載、新 i モードスマートフォンドコモ、カシオスマートウォッチ、セガサターン Z、こういう世界線もあった。あったにゃ。YouTube の代わりはニコ動かな。YouTube なんてどっかの民間のやつが作ったのを Google が買い取ったら土管やしな。日本は経済圏小さすぎやね。ほんま台湾韓国あたりと合体せんとこのまま縮小してくだけに見えるわ。別に日本だけが衰退してるわけじゃねえし、アメリカなんて落日激しくてもうね。経済成長止まらないんだよな。格差格差言うけどみんなで貧乏になるよりはマシやわ。経済成長つっても IT 系だけだ。大多数のアメリカ国民は衰退感じながら生きてる。無敵の人が増えてるのもそういうこった。東京だけは行くたびに街が進化しててずるい、あそこだけ中国の大都市みたいに変わってる。もう終わりだよこの国、と嘆くだけなのを事実の指摘だと思う頭の悪い人も増えた。こういう強がりさんが増えたの見ると悲しいわ。ガチで終わってきてるんやなって。こういう弱がりさんも増えた。終わってきてる。そこまで終わってないのに終わってることに従う人たち多すぎ。現実見ろ。自分が終わってるのは自分のせいじゃなく国のせいってことにすれば自尊心が保たれるからちゃう。自己責任論抱えたままでいけ。まあワイは国力とか経済力より日本人全体の精神が劣化してると思ってる。美味しいご飯が食べられるのならそれでいいのだ。経済成長しなきゃいけないなんてそんな意識高いこと言ってないでさ。なるようにしかならんさ。それはわかる。そのあたりを死守したい。せやせや。軍事力が弱って侵略行されようが、どんどん税負担や保険料負担が増して物価がどんどん上がっていこうが自然の成り行きや。努力してようやく飯食える社会になってる時点で劣化や。勉強も努力もしない怠け者が結婚仕事できるようにしろ。日本は国策で技術開発支援しようとすると癒着扱いされるからな。もうマジでオワコンやで。海外に幻想持ってるやついて草なんよ。日本人の心もどんどん余裕がなくなって残虐になってるのが怖いよな。ネットリンチ、死刑、厳罰化、右傾化する若者、加速する自己責任論、弱者叩き。控えめに言って、この国は終わりやと思う。そりゃこんな国じゃ子供作らんわな。今の日本に生まれるなんて子供がかわいそう。よく考えたら日本の批判ばかりしてはいけないよ。わいら一人一人が政治について考えたり社会問題について討論して社会を良くしていかないといけないんだ。せやな。その通り、気分が暗くなる話題が多いが、こんな現状だからこそ未来を変えるための一歩を踏み出さなければならない。世界に大きく差をつけられてしまった日本について続いてはこんなデータを見ながら語っていこう。画像、日本の衰退っぷりがわかるこの一枚の画像。図が小さくて申し訳ないが、こちらは世界時価総額ランキングの表だ。世界的に活躍する様々な企業が名を連ねている。
平成元年のものを見てみると、1位に輝いているのは NTT。1位から5位の全てが日本企業、さらにベスト50位の半数以上が日本の企業だ。輝かしい成績を残しているようだが、平成最後の年はどうだろうか？アメリカ企業がそのほとんどを独占してしまっている。43位にトヨタ自動車がかろうじてランクインしている以外に日本企業は見当たらない。もうダメなのか？昔の日本すごいな。額見てみ。他が成長しただけ。平成元年度の1位は時価総額1638億ドル。平成31年度の1位であるアップルは時価総額9644億ドルと、確かに大きく飛躍している。なんで日本は成長しないの？成長した会社も買収と統合で大きくなっただけの企業が多い。桁が違うな。トヨタ一強って感じだな。今は？はい。最新版と書かれているが2021年のデータだ。直近では似たようなスレが見つからなかったので、お許しいただきたい。サウジアラムコって2位なのに全然知らんかったわ。石油会社だぞ。俺たちの将来はどうなってしまうん？ちなみに30歳。最悪な。太平洋戦争でボロ負けしたのになんでこんなに栄えたんだ。バブル絶頂期と比較したらそりゃあね。トヨタが、抜く時は本格的に日本が終わった時だね。合併統合を繰り返した企業が大きくなってるだけで定期。失われた30年の間に他国が成長を続けてたってことだろ。30年のビハインドはきつい。30年前だって銀行とか電力とかばっかりな時点で本当はおかしいと気づくだろ。ごもうが外国の株買って値段釣り上げてるだけだろ。泣けてくるな。だけど、これは直接会社の強さを表しているわけでもないんじゃない？根回しとか人脈とか社内政治とかいう日本特有の文化が悪い。ガーファは20年後生きてるかな。ガーファの中でもアップルは格段に創業年が古くて幾度も経営危機を乗り越えてきたから、他はともかくアップルは生き残ってそうな予感。しかしこか、コーラウルマートはバケモンやな。でも昔の日本は働きすぎだ。日本はなるべくしてこうなってるわ。お前ら見てるとわかる。30年経済成長させない手腕すごすぎる。サムスンってそんな上なのか。韓国の総力を結集したような企業だからな。日本でも、もし旧財閥体制を復活させたら大きい部類の財閥はサムスンを上回る。そして複数の大財閥を合併させたらサムスン財閥よりも一桁大きくなるくらい。ああ確か実質国営みたいなもんなんだっけ？そりゃ規模もでかくなるか。世界のソニーはどこに？今調べたら、ソニーの時価総額は15兆円くらい。トヨタの時価総額は31兆円で、この2社を合算するだけで46兆円になって現在のサムスン電子の時価総額の41兆円を上回る規模。サムスンがでかいだけでソニーもトヨタも頑張ってるな。韓国はサムスンに国力を集中してるけど、日本ではトヨタプラスソニーだけで上回る。日本では自動車業界でさえトヨタ全集中ではなくて日産やホンダなどもあったり、電気業界でもソニー以外にパナソニックや日立などがあった上での、これ。さらに言えば、これらの他にも三菱、三井、住友など旧財閥の系譜に当たる大企業が多数存在するのが GDP 世界3位の経済大国日本の姿。ソニーが入ってない。嘘松。こういう国際比較は円の価値と連動しとるからな。平成元年やば日本覇権国前。今でもこの気分のやつがいるから日本は終わってる。さすがに現時点でジャパンアズナンバーワンとか真顔で言ってるやつはいないだろ。銀行ばっかりだな。平成元年に戻ってアップルとマイクロソフトの株を買い付けたい。昭和から平成初期にかけてパワーがあった企業も、近年では海外に追い抜かれてしまう結果となった。革新的な製品と技術で名を上げた日本だが、どうして海外を相手に優位に立つことができなかったのか。諸説あるものの、日本は内需に重きを置くあまり、海外市場での競争力を失ったとも言われている。平成後期の時点で世界に遅れを取っていた日本。ならばこの先、どうなっていくのか最後に紹介するスレはこちらだ。資本日本、2030年に完全終了。10年後の財政破綻確率 50%、将来世代の負担を考える、2030年代には消費税 25%、必要大和総研、鈴木氏、日本は先進国から脱落目前、2022年は歯止めの正念場。一致の載せた記事によると、50% の確率で10年後の財政が破綻。2030年には消費税を 25% にしないと高齢化に立ち向かえないとした。日本は今、先進国から滑り落ちる寸前にいるようだ。お前らどうする？どうすると言われても3分の1に入ってるし。完全じゃなくて 50% じゃん。油田見つかってウハウハって話はどこ行った？どうせ終わるなら老後の資金貯める必要ないよな。そこで年金は廃止して高齢者を労働者とすることで労働者不足と年金問題を一挙に解決するんですね。高齢者労働人口比率は世界でも高い。あと年金制度ランキングはかなり低い。この表の出所を調べてみたところ、マーサーグローバル年金指数ランキング2017年だ。
日本は29位にいる。十分性、持続性、健全性という3つの指標のうち持続性が特に低くなっているのは高齢化のせいだろうか。ちなみに2023年版では47カ国中30位。評価は C と若干向上はしているらしい。高齢者より先に移民や外国人に食いつぶされるから。海外からの観光客増やして消費税上げてなんとかするしか日本の未来ないのが悲しいな。日本の自力だけで経済立て直せる未来が全く見えない。ところで見るところあんの？いっぱいあるだろ。海外観光客からしたら楽しいと思うが、インバウンドもコロナ前の水準で GDP1% 程度しかない式次第じゃないが、2030年までに賃金を倍増して外国人労働者受け入れて労働人口を増やすしかない。そうすれば質の高い労働者だけ受け入れるのも可能になる。でも外国人労働者増やしたところでお金を自国に送金されて数年後には帰って終わりだから、永住してくれないとあんま意味ないよな。それは入管法改正で外国人労働者の受け入れ拡大した結果、自国に送金をする発展途上国が中心だからで、そもそも国内でも消費をするし意味がないわけじゃない。賃金を増やせばその分先進国から日本に働きに来る人間も増えるし、労働ビザの要件を厳しくすることも可能になる。例えば賃金が高いことで有名なスイスでは先進国かつ大卒以上しか労働ビザは取れない。まあ確かにそうかもしれんけど、そこで勝負しても欧米圏には結局勝てない気が。日本の10倍以上も人口がいる中国人が近くにあるのだから、賃金が2倍まで上がっていけば英語も日本語も話せて大卒の質の高い中国人とかが多く来るようになる。むしろ逆転の可能性はそこしかない。まあ確かに。でも中国人の質の高い労働者増やすって結構リスク高いと思うけどね。質の高い中国人労働者を増やすってことは、多くの重要な仕事を中国人にやらせるわけで、うっかりスパイ中国人雇ったら大変じゃね。もうリスクとか言ってる場合じゃないからな。何もしないことが最大のリスク。もう受け入れた方がいいぞ。アメリカみたいになるのは嫌だわ俺。むしろ今のまま行けばアメリカ以下の国になる。賃金が低いから労働ビザ要件をどんどん緩和して、質の低い外国人労働者しか入ってこない。クルド人を受け入れる現状がいいとは思ってないだろう。賃金を上げ、労働ビザ要件を厳しくする。アメリカは個人で銃が持てるから報復でなんとかなってる国だと思ってんよ。それが日本にはないからな。悪の天下だよ。治安は地に落ちる。ドルだけじゃなくてほとんどの国に対して円安で、彼らからすれば日本は先進国としてのメリットなんてもうないけど、なので途上国からも優秀な人間は来ない。先進国から日本になんか来るわけがない。無駄に数の多い氷河期の老後を見捨てれば移民なんていらないのに。いや老人見捨てられるわけないじゃん。民主主義国家なんだから多数派を切り捨てるなんて仕組み上不可能だよ。中国みたいに独裁国家ならできるけどさ。じゃあ移民しかないな。お前ら英語くらいは話せるようにしとけよ。一生日本で生きようと思ってんのかもしれんが、あと20年もしたらスラム街だらけの犯罪国家になってるぞ。いや次世代に負担させりゃいいだろ。お年寄りを大切にしない国に未来はない。どう考えても大切にするほど未来がないよね。移民が多い国と老人が多い国、どっちが終わってる国だと思う？俺は生産性のない老人が多い日本みたいな国の方が欧州より終わってると思う。80まで働かせたらええ。逃げ切り世代が存命のうちに定年75、年金80からに変更してもらって、氷河期が減ってきたタイミングで戻せばいいんじゃね。現役世代が圧倒的に足らない介護は老老ボランティアでやるしかない。こうなることは新卒採用蹴った時点で分かってたよ。ようやく来たって感じ。人手が足りないからって外国人労働者増やすために日本語も話せないような何のスキルもない発展途上国の人間でも介護とかで働きながらビザ取れるようにしたのが最大の失敗。質の低い人間ばかり入ってくるだけだし治安も悪くなる。日本を復活するためには賃金を欧米レベルまで上げていくしかない。最低賃金を41円上げるというだけで企業団体がラーラー言ってるのがもうどうしようもない。毎年100円は上げていかないと間に合わん。他の国の賃金が右肩上がりで上がっていくが、日本の賃金だけが横ばいになっている。1日の平均労働時間は日本が1位だ。有給休暇の取得率が一番低いのも日本となっている。なぜそんなに働いているのに、賃金が上がらないのだろうか。見るだけで頭が痛くなってくる内容だ。AI と一緒に頑張ろ。国が終わったらどうなるの？まず福祉がなくなり、お金による物々交換が成立しなくなる。そこまでは確定路線。急激には何も変わらない。でも今の延長線上でどんどんサービス悪くなる。物価高くなったり、年金支給年齢が引き上げられたり、そういうのがいろんな分野でひどくなるだけ。電気ガス水道止まったら修理に何週間何ヶ月かかったり、バス電車の路線が消えたり、ダイヤ少なくなったり、
ゴミ収集がまともにされなくなってそこら中が臭くなったり病気発生したり、でも病院が高すぎて行けなくなったり、タリ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 いっぱい起きる。都市部ならな。多分今の状態から立て直すなんて厳しいだろうな。崩壊して一からしか良くならなそう。Z とゆとりにその気概あると思ってんの？これさえあればみたいな政策はないよな。ずるずると不況やりつつ人口比率が穏やかになるまでやり過ごすしかない。それやって失敗したのが今なんですが。失敗目もないだろ、まだ途中なんだから。お前は作りかけのタイを見て失敗っていうのか？言われ始めたのはいつなのか調べるといいよ。今の話をしよう、今からどうするのかだ。俺は体を鍛えてるよ。で、農業に準じるつもりだよ。飯が食えない辛さは経験あるのでね。他はなんとでもなるがなるが飯だけは我慢できないので。食料自給を進め。これさえなんとかなれば、どうなってもなんとかなる。未だに金とか言ってるの笑えてしょうがない。生きるって何なのかもう一度考え直せよ。期間限定で農業促進策のうちだし。これだけで良いよ。できるならな。こんな状況でも男と女だ、 LGBT だ、フリーランスと会社員だって庶民の間で対立構造作っておままごと政治やってるんだから世も末。確かに。値上げラッシュ、増税、高齢化に年金問題。給料は変わらないのに、お金の不安ばかりが増えていく。そんな毎日に嫌気がさしてしまうという人も多いはずだ。老後の不安を解消するためにも個人的にできることから始めていきたい。そして日本がこれから世界で活躍できる日が、来るのだろうか。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回は日本の経済についてのスレッドを紹介した。失われた30年を今後どのように取り戻していくのか、皆さんの意見も聞かせてください。そして動画の感想もコメントいただけると嬉しいです。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録と高評価ボタンもお願いします。